生わかめを茹でていきます。生わかめはさっと水洗いして沸騰しているお湯の中に入れていきます。たっぷりのお湯を準備して、一瞬で色が変わりますので、色が変われば氷水に取ります。入れていきます。茶色からこのような緑の色になりましたら取り出して氷水につけていきます。これが生わかめの茹で方。